える人とは思わなかったけど、あの状況で飛び込んでくるなんて意外と熱いというか無鉄砲なところがあるみたいね。なあ柊、これって夢なじゃなきゃさすがに意味不明すぎるっての。ええ、その通りよ。ただの一夜の悪い夢、少なくともあなたに。柊、でも安心して、悪夢もいつかは覚めるもの。今日常に。おやすみなさい、時坂くん。
さすがにだらしなさすぎるよ。制服って、あまた夜遅くまでアルバイトしてたんでしょう。高校生で深夜まで働くなんて。昨日は結局何時に帰ったの？昨日はあれ、バイトが終わってからどうやって帰ってきたんだ俺。もうこうちゃんってば。5時に来て、せほらシャワーだけでも浴びて、それからうちに来てね。ちゃんとこうちゃんの分も。あ、お前は俺のおふくろかよ。一緒に来たのか。うん、さっきそこでちょうど一緒になってさ。お前らの方こそ、今日も夫婦で仲良く登校かよ。羨ましいね。誰が夫婦だ、誰が。朝っぱらからうる、あら、こうちゃんたら。バカ言ってんじゃねえ、バカ。もう、二人って。二年生になって、まだ二週。でも、またみんな。うん、本当に。改めて、こちらこそ。げ、ああ、もう余裕だ。不愛想な奴のいとこだなんて信じらんねえぜ。誰が不愛想だ、関係ねえだろうが。たく、よりにもよって俺のクラスに。いいじゃない、別に仲は悪くないんでしょ。新任なのに担任を任されるくらい優秀みたいだし、授業もすごくわかりやすいよね。いや、それは結構なんだが。授業中におしゃべりしない。違うの、今のはなし。ついいつもの癖で呼んじゃっただけで。やっぱ最悪だ。もうおしゃべりしているからだよ。
しい奴。とにかく問題を解ける人はいない？ちょっと先の範囲だし、やっぱり難しかったか。はい、先生。てくれる？はい。合っているかは分かりませんけど。こうでしょうか？うん、正解。途中式も完璧だね。よかった。予習していた範囲が当たってくれたみたい。それは関係ないような。そっか、しびれるね。さすがは帰国子女。柊木飛鳥、まだあんまり話したことはないが。幼馴染だけじゃ飽き足らず、あんな可愛いいとこまでいるとは。ちくしょう、次はナイスバディの若いおばさんでも現れるのか。いいねよそんなの。りょうたくん、最近ずっと似たような。はあ、いい加減聞き。だってまさかのコウくんだぜ。いつもの癖なんだぜ。ああ、もう何度もうるせえ。大体お前、どっちかっつうと年上好み。あんな子供っぽいのでもいいのかよ。ばっか、とわちゃんはそれがまたいいんだろうが。くそ、覚えてやがれ。こうなったら俺も今年こそはめくるめくバラ色の。ああ、去年は初っ端から散々だったもんだ。あろうことか順だ、思い出させ。こうちゃん、ヒイラギさんと何？あ、その勘違いだったらごめんね。なんだけど、トワ先生の授業あたりからずっと目で追ってなかった？それは。へえ。こう、まさかと思うが、あのヒイラギさんを。今年からこの学園に編入したヒイラギアスカと言います。しばらく米国に住んでいたので日本の学校にはあまり馴染みはありませんが、同じクラスの一員として皆さんと充実した学園生活を送れたらと。どうかよろしくお願い。容姿端麗にして成績優秀、それを全く鼻にかけない明るく爽やかな。4月にしてすでに男子人気ナンバーワンの座に君臨しているあの柊木さんを。ちょっと今日だから違う。ただちょっと。いや、なんでもねえさ。さすがに夢か。そういや、俺のことよりお前の方こ、今朝正門のあたりで妙に後ろを気にしてたみたいだが。それは、実は最近気になること？近頃変な
気配を感じることが。自分の後ろに何かいる。何か、まさか多分違うと思う。ちゃんと確かめたわけじゃないから何とも言え。もしかしてあれか、季節外れの幽霊でも出たとか。もう亮太ってば、もう少し真面目に考えて。なんていうか。やだ。まバイトがある日だって家まで一緒に帰るくらいは。こうちゃん、亮太くんに純くんは。なんだやぶから棒に。いや今日は部活が休みでさ、親父たちも商店街の会合っていうか宴会でいねえからそっか、私も家に連絡を入れたら大丈夫だと思う。こうちゃんはどうする？ああ悪い、バイトが入ってる。マジかよ、バイトって昨日じゃなかったのか。ああ今日はレンガ小道のアンティーク屋に呼ばれててな。いつも他のバイトを紹介とかしてもらって。たく相変わらずだな。コウの家って先月からご両親が海外して1年くらい。おじさんたち。いろいろ差し引いたら、それに俺にとっちゃバイトが部活みたい。そうそう、中学の時からこっそりとやってたもんね。おっす、トワちゃん。もう、トワ先生でしょ。でも中学からってアルバ…そっか、ジュン君は高校からだから知らないんだ。コウちゃん、表向きはお手伝いとして昔からいろいろと手を出してたの。そうそう、おじいちゃんに何度言われても懲りなくて。しかも昨日はまた深夜までアルバイトし。いいですかコウ君、深夜アルバイトは校則違反です。いとこだからって見逃してあげられないからね。そのうちおじいちゃんに知られちゃっても知らないんだから、ああもう分かっつーか、学校でコウ君はほんとやめてくれ。